皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。ということでね、前回ダルビッシュ杯のオーダー決めというね動画を出したんですけど、実際にダルビッシュ杯が始まって秒でオーダーが変わったので、ちょっとね、なんで変えたのかっていうのを、説明しながら実際にねやっていきたいと思います。前回組んだオーダーがこちらなんですけど、ここでね、一番引っかかったのが打順です。別にね悪くないんですよ。1番掛布さん、2番王さんってね、全然チャンスとかも持ってないし、王さんに関しては連発持ってるし、これで十分なんですけど、なんか昔からね1番だけは足の速い選手をできる限り置きたいんですよ。これに関しては本当に好みなんで、これが正しいとかではありません。ギータがねチャンスじゃなければギータかなと思うんですけど、このギータチャンス持ってますし、そこでね一つ思ったのが、やっぱりあの選手を使おうということで、実際にねこの選手使ってます。その選手というのが佐々木誠さんです。もうねこれホークス純正やってるからかわかんないんですけど、この佐々木誠さんがもうね打ちやすすぎてたまらないんですよ。でしかもねこの選手を入れることによって、外野の守備もね自然的に硬くなっていきますし、やっぱり1番向けのチャンスメーカーということで、もうね今までやっぱり前ちゃんといえば松井和夫っていうのがね、あったと思うんですけど、ちょっとね移り変わっていきたいなと。もう前ちゃんといえば佐々木誠と言われるようになりたいなということで、ちょっと佐々木誠さんにねレフトを変えてます。となるとねレフトで使っていた都合さんの行き場所がなくなるんですけど、数試合使った感想めちゃめちゃ打ちやすいっていう、俺はなんでこの選手を21、20に取ってこなかったなど、もう反省しましたね、打ちやすすぎて。でこの選手を外すわけにはいかないということで、筒香選手を DH に置いてます。となると次にバースが外れるわけですね。バースが外れるのはありえないということで、王さんに変えてファーストバースにしてます。で王さんの場所が言っちゃえばなくなっちゃいました。どうしても連発持ってるとね代打にも置きづらいんですよね。なんでちょっと今回王さんはお休みということで、こんな感じになってます。でもうちょっと変えます。右がね使いたくないと言っても、どうしてもね殿崎選手が入ってきちゃうんですよ。もう殿崎選手ですらちょっと使わないオーダーにしようということで、セカンドを3人で回します。菊池選手守らせて代打出して、殿崎選手にも代打出して、またねもう一人置くという、そういう感じでやっていきます。となるとねベンチの関係でショートを一本化にしないといけないんですよ。でここに関してはもう2択です。松井和夫さんか鳥谷さんか。でこれをね実際前回の動画のコメント欄で、どっちかね名前が多い方を使いますと言ったんですけど、見事に割れてまして、これね実際もう一回コメントを見てもらったら分かると思うんですけど、意外に鳥谷さん派が多くてびっくりしました。なんだかんだ松井和夫さんになるのかなみたいな。となるとねここでやっぱ鳥谷さん普段使ってないからね使ってほしいというコメントが多かったんで、ちょっと松井和夫さんをね使いたい気持ちを置いといて、ショート鳥谷さんにします。さあスタメン9人はこれで確定しました。あとはベンチですね。実際に殿崎選手の後に代打を出すと言ったので、もう一人セカンドを決めないといけません。でそうなった場合に、左ってなってくるんですよね。結局3打席目回ってきた時にあれなんで、ですごい選手ボックスを漁っていて、このねアルカンタラ選手にビビッときたわけですよ。打つ方は問題ないです。ただ守備は55の D ということで、結構ひどいんですけど、ここはもう目つぶっちゃおうということで、ここはね第3の資格アルカンタラ選手に決定しました。これがねニューオーダーということで、ちょっと前回の動画何だったのかとなってしまうんですけど、実際にねそのオーダーをプレイしてみてのね、その自分の感想っていうのは変わってくるんで、これがもう決断の一手というか、これが最初オーダーです。こっから変えることはまずないと思うんで、実際にこれでねちょっと、試合やっていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。さあニューオーダーです。相手ピッチャーが最新床田さんということで、でも結構テクニカル面白いね、初めて出てみたんですけど、やっぱ今までそのねなかなかスピリッツの関係で使ってこれなかった選手使えるんで、そういう意味では結構楽しんでます。さあやっていきましょう。なかなか慣れないんだよな、未だに床田さん。あとあれですよね、この社長はサゴマンのこの威圧感、ここまで押し出されるのねなかなかすごいですね。特に投手の時は
もう後ろにもうでかすぎて、もう会社名見えてませんからね、ほとんど小さすぎて。もうサゴマンのこのでかさ、これがねもうものすごいねアピールになってますね。まああとめちゃめちゃ久しぶりにね掛布さんも使っているんですけど、この人の打ちやすさもねやばいね。掛布さんと筒香さんの打ちやすさにマジで感動してる。いやもうやっぱ最新スピ取り行こうって思うもん、この2人は。いいね、つながるね。いやーこんな感じですよ、もう完全左オーダーですからね。あのもう右打者立たせる気ないんで。さあ大会だと結構ね口数が少なくなるっていつも言うと、結構口数ね編集してるとこいつ意外と喋ってんなって思うんですよね。完璧です。いやちょっといつもよりはテロップ数とかがもしかしたら大会なんでね、どちらかというとやっぱプレイを見てほしいんで減ってるかなと思うんですけど、まあ決してちょっと編集が楽になるからとかじゃないっていうね、うん、それだけはね、うん、実際そうなんですけど、めちゃめちゃ変わる。テロップが減るとめっちゃ編集楽ということで、筒香さんです。まあ日本球界からオファーもあったらしいんですけど、まああえてね、まあ独立リーグ、アメリカの独立リーグを選ぶということで、まあでもなんかホームランも結構売ってるっぽいし、さあどうなるのかと。まあ日本球界復帰した筒香さんも見たいっちゃ見たいですけどね。さあ打ちたかったけどフォアボールか。いやーはい、やっちゃった。いつも通り、いつも通りの失投早打ち。もう本当に失投が打てない。なんかね、あーやべ、ミスった。うわ今のは普通にミス、あぶねー、ファールなんだ。よし、こいつっしょ。よーしよしよし、これが坂倉イズパワー。そして帰ってくるっていうね。そしてここでね、一番最初に金本さん、まあ、チャンスだったら金本さん、チャンスじゃなかったら村上選手みたいな感じで、出していこうかなと思ってるん で大会初戦だったかな、まあ、結構打って打って打ちまくってると、まあ、相手が諦めるわけですよね。でなんかもう、はい、強制してくださいみたいな感じで、まあ、全部失投とかは、まあ、あるあるかなと思うんですけど、そういう相手がまあ当たってね、途中から全部失投になってきたんですけど、失投全部ホームランにできないっていう、もう全部ツーベース、うん、すごかったよ。5連続ツーベースぐらい打ってたからね。なんでこんなに嫉妬分かってるんですよ、もう途中から来るの、途中から来るの分かってんのに全部ホームランにできないっていうね。我ながらビビりました、ここまで打てないんだっていう。いやーなんでそれを引っ張っちゃうんだろう。まあまあまあ、犠牲フライ犠牲フライ、いいねこのずっと左オーダー、なかなか悪くない。いやー今のはマジで、いやーもったいな、今のはやっちまった。さあ見てくださいこれ、でかすぎません？さっきも言ったけどサゴマンしかもうほぼ入ってないからね、社長と会社名ほぼ映ってないからね、この画面えげつないこれで。ね、大谷さんのワールドスターはやっぱりその侍使えないんでね、みんな使ってると思うんですけど、個人的になんかこっちの方が打てないんですよね。なんだろう、なんか苦手だな。ツーシームある方が意外とタイミング取りやすいというか、まあいつも通りワールドスター大谷さんには苦戦してます。よし、ということで、うーん、時間的にどうだろう、もう一試合できるかな。